お疲れ様でございます。10月28日午後のビットコイン、無料でもらえるビットコインですね。こちらの方を今ね開けてみた理由ってのは、実はこれ 0.0003 超えたんですよ。これ見てください。この辺ね、この辺あるでしょ。 0.0003022 ビットコインって書いてあるじゃないですか。これね 0.0003 を超えるとなんか利息がつくらしいんですよ。だからこのビットコインの増え方がちょっと早くなるらしいの。でもまあちょっと体感はないですね。くる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 カウンターが回り始めたとかっていうのじゃないですからね。まあけど今ここに蓄えてあるビットコイン、日本円にしておよそ3000円です。可愛らしいでしょね。1年ぐらいかけてやっと1000円ですよ。でも元手がかかんないですからね。単にここの1時間に1回押せるルーレットを押すだけですから、まあ1日1回でもいいんですけどね。でたまにこうやってね、無料でもらえる宝くじみたいなの買って当たればいいなってやってるだけです。で今報酬ってのをクリックすると、あなたがプレイする無料ビットコインロールごとに2ポイントの無料報酬ポイント、紹介者がプレイするロールごとに1ポイント、マルチプルビットコインゲームでかける 0.00005 ビットコインごとに1ポイントを獲得できますっていう風に、まあ、ほとんどもらえませんよって書いてあるんですよね。でもこのリワードポイントってのは結構ね、1日に300とか500とか溜まっていくんですよ。でこれが溜まったらちょっとしたゲートができます。それはリワードポイント商品っていうのが買えるんですよ。例えばこちらをクリックすると、まだ買いませんけどもスピンロールがね、1、2、3、4と変えたりします。まあですので目いっぱい貯めてからやってみようかなってところですかね。これリワードポイントをホイールオブフォーチュンに交換ってあるでしょ、ウォフに交換とかね、 RP っていうのはよくわかんないですけどね。これ無理やり翻訳するとわけのわかんない日本語が出ちゃいますんで、こうなるわけですよ。まあいずれにしてもこの無料のビットコインまだやってますからね、よろしかったら無料なんで、っていうか無料のものをやってください。この中でもそれはこの無料のビットコインのこのルーレットを回すだけ、ルーレットの番号がここに5桁で出ますんで、この番号がこちらのいずれかに当たるとビットコインがほんのわずかもらえるって形です。そのほんのわずかを集めて私は今 0.0003 3000円分に来たってことなんですよね。でも何ももらえない、何も稼げてないよりはいいでしょ。でこういった無料でもらえるやつをいくつもやってると、それも塵も積もれば山となるなんですよ。じゃあ今回以上です。